時速240キロ F4 フォーミュラーカーが今日も走る。マシンを操るのは野田ジュジュ。10歳の少女がフォーミュラーカーを操るのは世界初である。夢はもちろん F1 レーサー。父親は元 F1 レーサー野田秀樹。ファイターの DNA を受け継ぎ、ジュジュは今大きな夢に向かって走り始めた。ジュジュが拠点としている岡山国際サーキットは岡山県美作市にある。1994-95 年に F1 パシフィックグランプリが開催された。1分33秒706、これは F4 マシンの国際サーキットでのコースレコード。34秒9、すげえジュジュ、4秒入った。2016年11月2日、全長 3.7 キロのコースをジュジュが走る。この日のジュジュは周回を重ねるごとにどんどん速くなる。父秀樹はコントロールタワーからその走りを見つめる。すげえな、34秒4。レースでも一番になれる。コースレコードまで1秒を切った。じゃあそこのもうちょっとこっち側に行けるし、そこももうちょっと入れるし、もっとこっち。そうだね、今のところね、これ多分まだこれ詰めていくと、あと1秒は縮まるよ。すごいタイムだよこれ。ここの一番速いタイムは何秒って聞いてきて、でそのタイムを聞いてからタイムを出しに行ってるんで、だからまあ自分の中で自信が出始めて、そのタイムにチャレンジしようという気持ちを持ち始めた現れだと思うんですよね、いやもう一周いけるかなって早いタイムって言ったから今ならいける気がするみたいな自信自信の裏付けには練習を積み重ねてきたプライドがある。コンディションもそういうコンディションだし、パースピンしたかなっていうぐらいで、なんとも、もっともっといって何回でもスピンすればいいし、はい、そんくらい逆にいかないと速く走れないから。一番怖いのはやっぱり機械ものだから、機械っていうのはやっぱり故障もするんで、それが一番やっぱり怖い。非常に複雑な道具なんで、トラブルが起きることもあるし、そうなるとドライバーの意図反した動きをすることがあるんで、それがやっぱり一番怖いですよね、でそういうケースが大体死亡事故とかにつながるんでね。だからそこが本当に一番、走ることは、練習することは楽しいけど辛いこともあるし怖いこともあるし、楽しいだけが
練習じゃない。ジュジュは2006年2月、野田家の次女として生まれた。3歳になった時、カートに乗りたいと自分から言った。家の近くの広場で、ロープで引っ張って、こうハンドルこうね、動かして曲がるんだとか、言葉まず通じないんで、体で覚えさせてみたいな、はい、ところからですね、うん。楽しかった。あ、こんな感じでお父さんも乗ってたのかな、みたいな。ずっと見るだけだったから、乗ってみてまた見る側と違う気持ちになれた。ある時のレースでお父さんがいつも3位だから2位でもいいから乗ってみなさいって言われて、その時に1位取ったんですよ。でそっからもずっと1位ですね。勝った人はチェッカーの旗を持って一周して、このみんなで手振りながら一周するんです。最後ピッと入ってくる時に写真撮れるんですけど、その時にみんなが寄ってきてくれて、すごいじゃんっていう、嬉しかったです。カートに乗り始めて1年、4歳でデビューウィン。その後年齢制限を超えたレースに参加しては次々と優勝した。そして2016年7月、ジュジュ10歳、ミキハウスと契約し、プロとして歩み出した。ご本人来られて、でお父さんも来られて、なんか昔のこと思い出しますね、やっぱり。で、まあお嬢ちゃん見た時に、なんかもうこれはええんやなと思いましたわ。父秀樹もジュジュを通して木村社長と再会した。私が現役の時にミッキーハウスさんに、支援をしていただいた。で、何かの縁で、私が話を持っていったわけでもなく、回り回って何かの縁でまたミッキーハウスさんにつながった。ジュジュが持ってる人を引きつける力、それからそういう巡り合わせの運の良さっていうのは、アスリートとして大事な才能だと思うんですね。どんだけ努力してどんだけ技術があっても、やっぱり運がないとアスリートってなかなか結果につながらないっていうのは、やっぱり私も現役時代ずっとやってきて感じてることなんで、で彼女はその強い運を持ってるなっていうのをすごく感じましたね。プロになったらいろんな人からお金出してもらってるのに、レースに出れなかったら、その自分だけじゃないので、いろんな人に迷惑かかるし、スポンサーがいなくちゃできないことだってたくさんあるし、人付き合い、そういうのも大事。プロとして新たな自覚も芽生え始めたジュジュ。走りの進化も目覚ましい。ジュジュの走りを見た人は異口同音にそのポテンシャルの高さを絶賛する。人々を魅了し巻き込んでいく走りの力。レーシングドライバーヘイキコバライネンもその一人である。 Yeah, I think it's very good actually that she's still so young and I'm getting older, and as my career is getting towards the end of the life, she's just picking her career up, and actually by the time she is reaching the Formula One, I'll be retired by then, and that's very good because she looks so promising and so talented that maybe it's better that I'm not competing against her. So I will then just come and watch when she is racing and just support her from the pit wall and pit lane. But luckily, I don't need to race against her. 若くしてこれほどまでに期待されたレーサーがかつていただろうか。彼女が活躍するというのは、まあ、私もずっとモータースポーツの世界で生きてきた人間で、ヨーロッパやアメリカのようにこうモータースポーツがね、人気が出てほしいなというふうに思うんで、ある意味そういうきっかけになる、そういうことも彼女の方にはこうかかってるようなところもあるんじゃないかなと。日本人初の女子 F1 ドライバー、これもすごいことなんだけれども、夢をこう発信できるような
一人の人間に育っていってほしいなと、そんなような思いがありますね。ジュジュがレースで疾走する姿を待ち望んでいる。海外挑戦も視野に入れ、若きドライバーは走り続ける。みんな応援してくれてるから、それに応えたいし、自分の夢を叶えたい。ジュジュには父秀樹と交わした一つの約束がある。負けても負けても諦めない。相手に負けるんじゃなくて自分に負ける時も負けても負けても諦めない。この約束を胸に幼い頃から走り続けてきた。走ることを愛し、どんな努力も惜しまない10歳のレーサー。彼女は今大いなる飛躍の時を迎えようとしている。20歳のジュジュへ、Fファンレーサーにはなっていますか？今の私はFファンレーサーになるために頑張っています。もしFファンレーサーになっているなら、これからも夢を追いかけている子どもたちのための未来を作ってください。私は負けない。ジュジュの進化は止まらない。